アミアータ山を背景にしたバルドルチャを谷の出口の西から望むバルドルチャはトスカーナ州シエナ県にある広い谷内市渓谷北東にはアミアータ山とウンブリア州との宗教がある。バルドルチャとはオルチャの谷の意味でオルチャ渓谷とも訳される。名前の元となったオルチャ側が中央を横切り、美しい風景が広がり、中世に起源を持つ様々な町があり、 その中の二つピエンツァとモンタルチーノは特筆に値する。元はシエナの領土であった。粘土質の土壌のため工作に向かない土地だったが、約三百年にわたる土壌改良の結果、現在のような田園風景が誕生した。現在はワイン用のドウ栽培が盛んである。また、渓谷を横断する道は中世にローマやエルサレムへの主要な巡礼路として使われ、 多くの巡礼者や商人たちが行き交った。モンタルチーノ郊外のサンタンティモ修道院も知られている。バルドルチャに含まれているコブーネは、カスティリオーネドルチャ、モンタルチーノ、ピエンツァ、ラディコーファニ、サン、クイーリッコドルチャである。他の重要な町は、モンテッキエンド、バーニョビニョーニ、モンテネーロドルチャとモンテジョービである。多くの農業従事者内死農家。 要塞や塔などが分散して、離れ離れになって静音なこの地にある。道路の両側には塔間隔に植えられた特徴的な糸杉がある。名産品には、洋乳チーズのペコリーノ・ディ・ピエンツァとワインのブルネロ・ディ・モンタルチーの塔がある。オルチャの谷は重要な自然、芸術、文化公園にもなっており、素晴らしい景観と多くのルネサンスの芸術家により伝播された注目に、 値する芸術の保存のために2004年7月2日よりユネスコの世界遺産として認められた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。